どもに囲まれてる。もうダメだ。完全に包囲されてるぞ。撃つな。見つかったら終わりだぞ。救援は期待できそうもないな。みんな聞いてくれ。俺は奴らの顔を見た。顔に二つの目玉。奴らは人間と同じように目で物を見ている。ならば戦い方はある。敵の攻撃を受けたらビルの陰に隠れろ。見えない相手は攻撃できないはずだ。可能性はあるな。ただし隠れた場所にとどまるのは危険だ。敵はこう思っている。見失った場所にまだいると。同じ場所から出てくると考え、銃口を向けたままにするだろう。つまり敵は見失った場所を警戒している。だから隠れたらすぐに移動した方がいい。そうすれば敵の裏をかける。わかるな？了解。敵は小さい俺たちが見えにくいはずだ。攻撃さえしなければかなり近寄っても見つからないだろう。できるだけ近づいて一気に倒す。必要なのはでかい相手に近づく勇気だ。イエスサー。ただ奴らには耳もあった。足音や装備の音がある。近づきすぎれば見つかるぞ。エイリアンと戦うにはビルのような遮蔽物が多い方が有利だ。攻撃されたら身を隠し、近くに回り込んで撃破しろ。戦術の講義は終わりだ。実戦をやるぞ。全員で力を合わせる。いいな。見つかるのは時間の問題だ。やるしかない。これだけなら逃げられる。でも仲間を見捨てられない。よし、エイリアンを片付けるぞ。ようやく片付いたぜ。装備を準備します。全員を同時に相手にするのは難しい。一人ずつ倒すんだ。ついていきます。近づきすぎると敵に見せるぞ。静かにしろ。俺たち全員でエイリアン一人を攻撃すれば勝てる。できる。周囲の敵を撃破し、脱出路を確保しろ。奥義が役に立ったようだな。お前は優秀な生徒だ。その後に続け。パワードスケルトンで制御は難しい。正直、僕の意見になります。愛嬌に続け。やってやりますよ。また走るのかよ。Thank you.
欧州に現れたエイリアンは人間に酷似しているようです。二足歩行で歩き、二本の腕で道具を扱い、言語を話す姿も確認されています。現在さまざまな団体がエイリアンとの交渉を始めようとしています。実現すれば平和的な紛争解決への道が開けるかもしれません。すでに失敗しました。交渉団は全員殺害されました。
きらめく閃光は空を舞う戦士の稲妻だ。そう風を裂き天に翼を広げかける。今すぐ銃を取れ、押し寄せる円盤撃ち落とせ。我らの世界には奴らを入れはしない。冷静に。やるぞ。戦闘用意。もうすぐ射程になるぞ。敵が来やがるぞ。これで終わりだ。弾丸を受け取れ。やった。新入り、お前の勇敢さには驚かされた。よくやったぞ。やります。走れ。大丈夫です。